身体とする、弥彦山ただし右の山頂は、多方山で、左が、弥彦山。一の鳥居と、社号しめぎ弥彦神社は、新潟県西館原郡弥彦村弥彦にある神社。式内社、越後国一宮。旧社格は、国平中社で、現在は、神社本庁の別表神社。正式には、伊弥彦だが、身体山とする、 弥彦山など関連する地名がすべて弥彦と読む関係で、一般には弥彦とも呼ばれる。越後平野西部の弥彦山山六に鎮座し、弥彦さんを神体遺産として祀る神社である。万葉集にも歌われる古社であり、祭人の天皇山命は、越後国開拓の祖神として信仰されたほか、神武統制にも功績のあった神として武人からも崇敬された。 宝物館には、日本有数の大立ちである、志田大立ちや、源義家や源義経、上杉謙信などに、ゆかりと伝えられる武具などが写法として展示されている。宮中同様に鎮魂祭を行うとして、石上神宮、物延神社と共に有名である。なお、当社の鎮魂祭は、 九中で行われる11月22日でなく、4月1日と11月1日の、年2回行われる。2年参りや初詣、秋の菊祭りは特に賑にわう。文社が北海道から、山陰地方まで少なくとも47カ所に点在する。越後発祥の武士、山内氏が、所領の会津地方に誕生したり、移住者や新潟県で産する石油関連企業が、 県外で創建したりして広がった。なお祭人に関しては、大谷彦命、大彦命とする説もある。創建年代は不詳。祭人の天候や命は、古事記に、高倉下として登場する。社殿によれば、命は、越後国開拓の御事のりにより、越後国の望みの、浜に上陸し、地元民に、魚老や声援。 稲作、養蚕などの産業を教えたとされる。このため、越後国を作った神として、弥彦山に祀られ、弥彦人として崇敬された。このほかいよいよ彦の大臣は、神武天皇即位の大天の際に自ら進化学を武装したとされる。ただし、尾張国造家の祖神である、天皇山命が越後に祀られるのは、不自然なため、本来の祭神は、 北陸の国造家高橋氏祖神の大美子命ではないかとする説もある。江戸時代には高田藩藩主、松平忠照が五百国の車両を寄進し、主院地となった。朝廷からも厚く数計されたという。社家は明治時代まで高橋氏が世襲した。この頃勘主であった高橋左近三頼により、浸透家、立花の三期の教えの影響下で、 神社の神宮寺を拝して、仏像を取り払い新総裁を行うなど、神仏分離が行われた。しかし元禄4年に、光雷は神宮寺の僧に訴えられて敗訴している。国学者の平田厚種は、いよいよ彦神社に、聖徳太子が記した神代文字が存在すると主張したが、該当の文書は火事で消失したと伝わる。明治4年。 近代社格制度において、国兵駐車に列した。社殿は明治45年に消失し、大正5年に現在地に移って再建された。拝殿の背後に、ヤヒコさんを仰ぐ。五神病系大社社会外社年間神事、祭典一覧1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月年間行事、一覧にヤヒコ神社道路を押しと、 武学昭和53年指定。灯籠をし武学いずれも、大正5年建造で、平成10年に登録。門前に並ぶ店。ヤ彦公園、ヤ彦駅から神社までの参道には観光案内所や、ご当地グルメの店舗なども並ぶ。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。